タイニーティムは第二次世界大戦の終了間際にアメリカ合衆国で使用された大型空、対地ロケット弾である。文献の一つによればこのロケットはアメリカ海軍が艦船の対空攻撃の射程外からこれらを攻撃できる性能の対艦ロケットを要求し、それに応えたものであると述べている。そのペイロードは大型の艦船を撃沈できるものとされた。 しかしながら、チャイナレイク兵器適用による言及は次のようなもので、ある。タイニーティムは、カリフォルニア工科大学のチャイナレイクチームにより、バンカーバスターとして設計された、最初の航空機用、大型ロケットであった。また、タイニーティムは、第二次世界大戦中に限定された用途にのみ、使用されたとはいえ、戦後、数多くのロケット開発の基礎を形作る助けとなった。 ロケットモーターの出力が大きいため、射出する母器が損傷を負ってしまう問題があったが、これは爆弾のように投下して、ロケットに取り付けられたサックが切断されてから、ロケットモーターに点火することで解決された。弾頭には500ポンドの反鉄鋼、高性能爆弾が搭載された。このロケットの最大射程は1640ヤードである。通常、目標には沿岸防御砲台。 建築物、橋梁、トーチ下、戦車、そして艦船が含まれた。第二次世界大戦中、F4U コルセアや F6 回ヘルキャット、TBM アベンジャー、また SB2C ヘルダイバーを含む航空機に搭載された。タイニーティムは戦争終結が近かった沖縄戦のさなかにアメリカ海軍の艦載機やアメリカ海兵隊の航空機に搭載され、 また、朝鮮戦争にも投入された。また、クロスボ棒作戦の一環として、ドイツの V-1 発射基地に対しタイニーティムを用いる作戦が立案され、ダニー計画とコードネームを付けられたものの、任命された部隊がヨーロッパへ配置される前に、作戦が中止となった。ありがとうございます。